志保高校志ラジオ。志保高校志ラジオの時間です。今回は農業クラブ執行部を引退してこれから次の未来に向かって歩んでいきます3年生のお二人にご出演いただきます。それでは最初にお名前とあとついていた役職を教えていただけますでしょうか。はい、旧農業クラブ執行部庶務に所属していました3年の大森です。大森さん、はい、はい、旧農業クラブ執行部の会計をしていた山口です。はい、山口さん、お二人にはですね何回か ご出演もいただいて、はい、すごく安心してインタビューできる感じなんですが、ではお二人が農業クラブに所属していた時に特にこう思い出に残っていることとか印象深かったことを聞いていこうと思います。じゃあ大森さんからいいですか。はい、農業クラブでは実績発表大会で農業クラブ執行部も発表したりするので、その際にも記録簿っていうものを書いたりしたんですけど、その記録簿を作る時間が冬休み全部とか、だいたい12月いっぱいは全部その時間に使ったりとかで、その農業クラブ執行部に所属していた時間は冬休みとか放課後とかを全部それに費やしていたみたいな感じ。それがすごく印象に残ってます。わあ、じゃあかなり膨大な量の記録をされていたんですね。うわあ、すごい。もうワンシーズンずっとそれみたいな。そうです、ね、うわ大変でしたね。でも地道な取り組みが学生生活を支えていますからね。はい、じゃあ山口さんはいかがでしたか。僕は今年の夏にその実績発表大会の剣道の大会があって、僕はそれに出場してきたんですけど、それに向けて夏休み中にちょっと他の出場する生徒と一緒に練習していて、今までこうあまり関わりのなかった後輩の子たちがもうそこで関わりを持つことができたので、それが印象に残っています。学年が違ったりとか取り組んでる内容が違ったりとかしても、やっぱり同じ目標に向かってというか練習するとか仲って深まりました。そうですね、そこでこうあんまり話をしてなかった後輩ともお話しすることができたので良かったなって思ってます。はい、では今後のこうお二人の進路について話せる範囲でいいので、どういったことを今後やっていくかというのを聞いていこうと思います。じゃあ大森さんは今後はどういった道に進まれますか。私は高校卒業したら進学で札幌にある調理師を目指す専門学校に進学しようと思ってます。私はその調理師の専門学校の授業内容とかは友達から聞いた程度でしかわからないんですが、すごく地道にずっと包丁を入れ続ける仕事をなんかずっとやってたみたいなことを聞いたので、おそらく記録簿をつけていた大森さんであれば乗り越えられるのではないかなと勝手に思っております。はい、ありがとうございます。じゃあ山口さんは。僕は札幌にある保育の専門学校に進学します。そうだ、前もね保育関係のお話ちょっと聞いたような気がしますし、そう山口さんのその安心できる口調だったらね、子どもたちもすごく懐いてくれるんじゃないかみたいな話を勝手にしたような気がします。ではですね、これから農業クラブを2年生が牽引していくわけなんですけど、これからの農業クラブの学生さんにこう一言メッセージを送るとしたら、どういった声をかけてあげたいですか。じゃあ大森さんから。そう、農業高校のやることって力仕事とかそういうのが多くて大変そうだなって思う人が多いと思うんですけど、まあ、実際そういうところもあるけど、やっぱり自分がやってきたことがその形になって分かることだと思うので、それは農業にしかないようなことだと思うので、そういうやりがいがあることなので、少しでも興味ある人とかはすごい前向きな気持ちで頑張ってほしいなって思います。はい、ありがとうございます。では山口さんからも一言お願いいたします。はい、農業クラブ執行部の活動を受け、僕もその執行部入る前は大変そうだなとかっていうイメージがあったんですけど、
やっけ目から悲しかったし、高校卒業した後にこの執行部で経験してきた僕って生きてくると思うので、結果でも興味がある人は積極的にチャレンジしてみてほしいなと思います。ありがとうございます。農業クラブ執行部を羽ばたいていきます。大森さんと山口さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。